どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのウクレレでどんどん音楽楽しめますよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。さあ本日もレッスン始めていきます。今日のレッスンはこちら、ドン、夜遊びのアイドル、サビだけです。これね、サビだけっていうのがまた問題でございまして、問題というか今日のテーマなんですけど、この曲、まあ、すごいリクエストもいただくし、もう街歩いててもめちゃくちゃ流れてくるし、もうネットとか TikTok でもすごい流れて、もうマジでも世界中でバズってんですよ。僕もやってみたいなと思ってトライするんですけど、まあですね、とにかく悶絶レベルで、まあ、難しいっていうか、もう再現がですね、このウクレレ一本ではなかなか難しい。転調の嵐と、あとはやっぱラップのところのパート。まあ、あそこはね、雰囲気でいけるか、でも、やっぱりあれ歌もみんな歌いようと思ったら難しいでしょ。で、いろいろ考えた末に、やめようかなと思っていたんですけど、いいこと思いついた。みんな歌いたいのはきっとサビなんじゃないかと。このサビがやっぱり印象的なんですよね。誰もが目を奪われて、あそこを歌いたいんじゃないかということで、なんと夜遊びのアイドルのサビだけ、1番2番のサビだけを濃厚解説します。それだけでもですね、まあもう山盛りてんこ盛りですから、まずメロディーラインがもう悶絶です。まあとにかくゆっくり、もう初心者の方にもできるようにしてますから、サビだけやっただけでもね、ものすごい達成感味わっていただけると思います。2バージョンやっていきますよ。サビだけでも最初は初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。この歌のメロディーを分析するのはまずね、第一ポイントですからね。はい、後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはもうね、あのテンポ感とコード移り変わるのもね、完全再現してますから、これはかっこいいバージョンはね、もうひっくり返るぐらいのレベルですからね。お楽しみにしておいてください。2バージョン最後までご覧になってください。本日は G ラボウクレレのガズモデル10周年記念モデルと、シンプル簡単バージョンではこの初めてウクレレを使ってレッスンスタートしていきます。初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますからね、ぜひチェックしてみてください。さあ皆さん音楽始めましょう。はい、そこでちょっとねお勉強して、どんどんいろんな音楽始めていきましょう。さあ今回の YOASOBI のアイドルの簡単版なんですけど、これはねびっくりすることで初心者さんもできるようにしてますからね。しかもめっちゃゆっくりですから、はい、まずはシンプル簡単バージョン、 YOASOBI のアイドルサビだけバージョンやってみる。 1,2,3。 誰もが目を奪われてく、君は完璧で究極の笑えない、一番星のまれかわいい、ああその笑顔で愛してるって、誰も彼も虜にしていく、その瞳が、その言葉が嘘でも素では完全誰もが信じ上がれてる、まさに最強で無敵のアイドル、弱点なんて見当たらない、一番星を宿してる、弱いとこなんて見せちゃダメ、ダメし痛くない、とこは切に唯一無二じゃなくちゃ、いやいやそれこそ本物の愛。 See no YOASOBI のアイドルガズレレ流シンプル簡単サビだけバージョンやってみます。サビだけでもですね、もうひっくり返るぐらい難しいんですよ。歌のこのタイミングとメロディーライン、やばいです。もうね、まず、誰もが目を奪われてく。これ、なかなか皆さん歌ってみたらわかるけど、気持ちよく歌えませんよ。1オクターブ違うんですけどね。誰もが目を奪われてく。これ一個だけ飛び抜けたこの高音。これをね、人間が歌おうと思うとね、もう至難の技です。もうこの、すごいんですよ、とにかくそういうのが。
あと、まあ、皆さん聞いてもらってるけど、誰も彼も虜にしてい、この辺のメロディーとかも、ってひっくり返りそうなメロディー。これを分析するのが大事だと思うんですけど、まずはちょっとまあ、ガズレレ簡単バージョンでやってみてください。サビだけですから。はい。ガズの、動画には歌詞とコードが出てますから、それに合わせて、ゆっくりでいいんで練習してもらって、まず1個目のゴール設定としては、ガズさんの簡単バージョンのサビと一緒に歌って演奏できたらすごいと思いますよ。簡単バージョンに一応歌えるだけでも強烈ですから。ちなみにこれ原曲キーですからね。YOASOBIと全く同じキーなんですよ。これは助かるでしょ、嬉しいでしょ。女性の方結構いいんじゃないかなと思うんですけど、すごい高いですからね、女性の方。男性でもちょっと厳しい。まあゆっくりやってもらうしかないですね。まあ後で解説していきますけど、ひとまずはね、コードを見ながらちょっとね、 YouTube に合わせて練習していただいてもらって、まあもし一緒にできるようになった方おめでとうございます。すごいですよ。できるようになった方、次のステップいきましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってどんどん歌っていくということなんですけど、これ歌詞とメロディーとコードを覚えるのも至難の技だと思いますね。まあなんで最初は、楽譜を見て、もう何回も何回も何百回も何千回も練習して覚えて、いずれは覚えちゃって大空に向かって歌っていくっていうのも素晴らしいと思うんですけど、まずはね、楽譜練習がいいと思います。あ、でもこのサビの楽譜どこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。ガズさんの手書きのノートに書きました。これはすごいですよ。はい、見てください。これ1番と2番のサビだけなんですけど、こんなボリュームなんですよ。強烈でしょ。これ1曲分ぐらいありますからね、サビだけで。はい。で、もうちょっとしたらこんな風に紙に写し、あ、画面にね、大きく写して、みんなもこんな風に書いたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけれども、今便利なサービス始まってます。これです。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた YOASOBI のアイドル含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた、もう膨大な山のような曲のね、楽譜の中から、毎月5曲。お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードして、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい、それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるで、そんなものは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回、45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝7時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。アイドル YOASOBI、 サビだけです。すごい画期的でしょ。サビだけですからね。推しの子というね、アニメのオープニングソングになってます。さあ見ていきましょう。これ歌詞がすごい詰まってるんですけど、コードは進行はワンブロック2個ずつなんで結構忙しいですと。で、まあ、こんな風に写しておくので、お時間ある方は、この通りにね、書いてもらうといいと思うんですけど、今ね、紹介させてもらったガズクラブが今日はめちゃくちゃ役立つと思います。ガズノートの特徴は歌詞の上にこの点がついてたり、V がついてる。これがリズムのガイドになります。ちょっと歌ってみましょう。せーの、はい。誰もが目を奪われてく。はい。わかる。この空白のところは、休符のところは V なんですね。これが、わかりやすいんですよ。君は、ね、完璧で究極の、これでリズムが変わる。で、歌詞カードには出てない、この伸ばすところとか、この感覚で、誰もガッとここ止まってるでしょ。この辺の感じとかもかなりわかりやすくなってますんで、ガズクラブ入っていただいて、手書きノートをゲットしてもらうのもいいと思いますが、お時間ある方は書いていってください。で、この下に書いてある、これはかっこいいバージョンではね、このかっこいいアレンジが入ってくるんですよ。今のシンプル簡単バージョンは上の段ですと。はい。で、これオリジナルの感想として、ボディヒットとこう、タンタンタンとリズムを刻んで2ブロック。で、2番のサビをやっていくと。ちょっとこれ微妙にね、
歌のメロディーラインが違ってんですね。コード進行は一緒です。その歌のメロディーの微妙な違いが、もうひっくり返るぐらいのレベルの高さでございます。はい。いいっすか？じゃあコード見ていきましょう。赤く囲ってるコードはかっこいいバージョンで出てくるんで、今隠しておきましょう。言っていきます。CAmFdmA7E7。はい。7個のコードで簡単バージョンできたんですけど、かっこいいバージョンで出てくるこの C7 も紹介しとこうかなと思います。はい。これ今映ってる7個は、ガズレレでは、超入門コードのグループなんで安心ですよ。これは、これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めようと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コード。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら入門コードなんで超簡単。なんだけど、いっぺんにドンと10個覚えようと思ったら、押さえる場所とコードの名前とかごちゃごちゃになりますね。そこで私が皆さんの頭にスースー覚えられちゃうめちゃめちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っとくんで、ガズレレ必須コード覚えてください。はい、それではですね、ちょっとかっこいいバージョンの解説に入っていく前に、メロディーのね、確認。これみんな、しかもね、YOASOBI のアイドル、テンポ結構早いんですよ。なんで、メロディーを確認しようにも、すごいテンポが早いんで、聞き取るのもちょっと大変だったんですけど、ガズさんはね、やっぱり、ね、ウクレレにこう、落とし出してやってみましたね。やっぱ今回、一番難しいなと思ったのは、途中の、誰も彼も虜にしって、ここのところがね、こんな感じですね。誰も彼も虜にしていく。誰も彼も虜にしていく。メロディー。これ、めちゃ難しいですよ。誰も彼も虜にしていく。この、誰も彼も虜にしていく。このめちゃくちゃ小刻みな、このメロディーの、こういう風に分析してやりました。ちなみにタブ譜を貼っときましょう。一弦の、3535357352弦の35035。こんなメロディーです。タブ譜の読み方わかんない方は概要欄に貼っておきますけど。で、ここが、まああったりとか、まあその辺のところもちょっとよく聞いてもらいたいんですけど、2番のところ、ここメロディー違うんですよ。メロディー全然違うの。2番はね、ここはね、弱いとこなんて見せちゃダメだよ。知りたくないとこは見せずに。ここはね、知りたくとこ分かれると とこは見せずに多分を見せておきましょう。2弦の3弦の2弦の0 3弦の0 3弦の2 2弦の0 3ですね。とこは見せずに、知りたくないとこは見せずに、こんな風にガズさんは分析していきました。もうテンポがね、かっこいいバージョンではこのかなり速くなるんで、まあこんなにね、細かく、なんていうの、音程刻めるかわかんないけど、とにかくこの辺、まあ聞きまくって練習、これでも練習してもね、できない可能性もありますよ。1番のところも、誰も彼も虜にしていく。これすごい難しいですから。誰も彼も虜にしていく。びっくりなんですよ。これはだからボカロっていうのがあって、ボカロだとこういうのやってくれるんですけど、YOASOBIはボカロのメロディーも人間が歌っちゃうからひっくり返るっていうレベルなんですけどね。ここが面白いところですということなんですけど。じゃあここからかっこいいバージョンの解説、入っていきます。歌の確認しっかりしてくださいね。かっこいいバージョンのコードがね、1個だけ追加。CAUG。C7 はさっき言ったんで、CAUG。C と押さえといて、4弦の1フレット。これが、CAUG。オーギュメント。呼びます。これがね、入ってきますということなんですけど、ちょっと解説していくとね、最初からやっていこう。リズムは8ビートのチャとカッティングが混ざってる感じですね。カッティングは決めて出てくるのかな ?8 ビートのチャとカッティングで、やっていきます。このリズムの解説、概要欄に貼っておきます。概要欄に貼ってある、ウクレレでできるリズムのいろいろというところの中に、濃厚解説レッスン動画があるんで、そこで8ビートのチャ、やってみてください。今日ワンブロック2個なんで、ちょっと最初からやってみると、ワン、ツー、こんな感じでどん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 進んでいきますからね。8ビートル。ダーチャカダーチャカダーチャカ。こんな感じになると思います。8ビートルチャなんで。で、究極のアイドルのとこでワンブロックコード4つ決めます。君は完璧で究極の F、A マイナー。ここ。アイドルでね、同じになる。君は完璧で究極のアイドル。かっこいいでしょ。これちょっとしたこう決めも入れていきます。はい。で、その後。現在から、次ね、一番星の生まれ変わり、つたたた、
細かいですけど、ここちょっとねおかず入れます。一番星のバレーカーバツタタタ A マイナーでツタタタ、ほんの一瞬芸。はい、その後ですね、難しいな。あ、その笑顔で愛してるで、次ですね。で、誰も彼、ここメロディーラインがさっきから言ってるように一番難しいところなんです。ここで決めても一番難しいところが出てきます。ちょっとやってみると、誰も彼、 A マイナー C オーギュメント C7C なんです。ワンブロックコード4つです。誰も彼も取り込みしていく、こんな感じ。でみたいな、 A マイナー C オーギュメント C7C 一瞬芸。これであの難しいメロディーを歌おうっつうんですから、どんなのあのつって、誰も彼も取り込みしていく、その人にこんな感じです。で、この Am-C オーギュメント C7C っていうのはその次すぐ直後にも出てくるんですね。ちょっとその流れでやってみましょうか。誰も彼も取り込みしていく、その人、次、その言葉が、ここも Am-C オーギュメント C7C、 嘘でもそれば安全な愛、今シンコペーションマーク、矢印マーク、この矢印はリズムが前にズゴンと食い込むよということで、完全な愛のところでこのリズムが前に来て決めですね、タッタッタッタ、ここでカッティングが登場するかなと。もう一回だから、誰も彼もからいこうか、せーの。誰も彼も取り込みしていく、その瞳が、その言葉が嘘でもそれはタッタッタダン。最後シンコペーション A7 でアップからタッタダンって伸ばしますと。ここはもう畳みかけていくじゃん、速度も結構速いですからね、もう山盛りでございます。はい、で感想はカッティングでかって2ブロック分、まあ、オリジナルの感想を入れて、まあ、2番が始まっていくんですけど、演奏はね、一緒かと思いきや、キメがちょっと違ってくるところがあるんです。これがまたね、マニアックな感じで。最初のね、最強で無敵のアイドルまでは一緒です。次、弱点なんてから言ってます。弱点なんて見当たらない。一番星もやっと知ってる。今のキメね。一番星もやっと知ってる。このちょっと引っかかるキメ。これカッティングなんですよ。一番星からやってみると、ゆっくり。ワン、ツー、スリー。一番星もやっと知ってる。こんな感じ。Aマイナーで、ダー、行った後、ダダダって伸ばす。じゃあもうちょっと前から弱点なんかやってみますよ。せーの。弱点なんて見当たらない。一番星もやっと知ってる。弱いとこんな感じですね。Aマイナーでダダダダって伸ばすところがポイントなんです。その前に、ダッダッ、E7 で、左手で音を止めるカッティングをやってます。一番星をやっと、一番星をやっとし、この止め方、一番星をやっとしてる。こんな感じです。ちょっとここの決めはね、シンコペーションが入ってるね、カッティングは入りの決めなんでね、なかなかと思いますね。はい、そしてあとね、ずーっと一緒なんですけど、まあさっきも言ったように、メロディーラインが違うからね。知りたくないとこはせずに、唯一無二じゃなくちゃ、いやいや、それこそ。ここも、それこそのところもさっきの決めと同じように E7 で、同じ決めです。それこそ、もう、今度最後 A7 でね。それだった。A7、シンコペーションで A7。はい。ここのね、2番のサビは、この E7 のところでカッティングとシンコペーションの決めが加わりました、ね。2番の方がちょっと演奏レベルは高いぞと。ただでさえもう悶絶レベルなどにさらに高くなったぞということで、山盛りなんです。まず最初はゆっくりだな、これは。だと思います。これ言っときますけど、アイドル夜遊びサビだけでもひっくり返るぐらいのレベルの高さですからね。歌が難しい。あと演奏の決めも難しい。まあじっくりいきましょう。でもサビがね、流れるように弾けるようになってくるとね、これ気持ちがいいんですよ。誰も金を奪われてく、君は完璧で究極の愛の現在。結構勢い乗ってくるとね、もう熱くなってきてね、テンションが高まります。なんてそこまでものにするにはかなり時間かかるかもしれないんですけど、このなんか襲いかかってくるような迫力がいいわけじゃないですか。なんで結構スピードがあるとあの感じが出るんですけど、まずはゆっくり練習でポイントポイントを抑えてできるとこからやっていくのがいいと思います。さあそんなことを踏まえてですね、最強のアイドル曲、まあ推しの子オープニングテーマ、よそびのアイドル、ガズレレかっこいいバージョンのサビだけバージョン、やってみる。 1,2
1,2,3 誰も金を奪われてく君は完璧で究極の愛だ金輪際現れない一番星の生まれ変わりああその笑顔で愛してるで誰も彼も虜にしていくその瞳がその言葉が嘘でもそれを完全な愛 1,2,3 誰もが信じあがめてるまさに最強で無敵なアイドル逆転なんて見当たらない一番星のやっと知ってる弱いとこなんて見せちゃダメダメ知りたくないどこは出せずに唯一無二じゃなくちゃいやいやそれこそ本物の YOASOBI のアイドルガズレレ流かっこいいバージョンのサビだけですよこれだけでももうぶっ倒れそうなぐらいなもう勢いなんです時間にしたら1分ぐらいなんですけどもその中にどんだけの内容が詰まってんのっていうぐらい凄まじい内容になってます脳の活性化これはもうね健康のためにこれはやった方がいいと思います知らないこの曲知らない方もねもう踊る要素が高いんでぜひトライしてみてくださいあとお知らせですはいこちらの黄緑色の本ソングブック6が2024年の8月17日発売決定です今 Amazon で予約がスタートになりましたぜひ皆さん予約をしてほしいんですけど2つお知らせ、この8月にですねなんとガズレレ本20万部突破記念キャンペーンがリットミュージック社さんによって全国で、行われることに予定になっておりますその時に、その期間内にご指定のお店でゲットしてくださった方にはあの漏れなくプレゼントとかあの応募してくださったらまたダブルプレゼントとかそんな企画があったりしますなんでちょっとそういうのを期待して予約待ってくださいということとあともしかして皆さんの街にインストアライブ無料イベントでガズが行くかもしれませんその時にはその書店さんなりレコード店さんなりで、本を予約とか購入していただいた方が、対象になりますんでもうちょっと予約待ってもらってもいいかもと思いながらも予約してほしいそんなガズの心持ちをご察しくださいガズピアノっつうのやってんです知ってましたか鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよこれガズピアノでね YouTube 検索すると出てきます本が出てますからリットミュージックさんから出てますよぜひ皆さんこれ覚えておいてください検索して今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思いますそしてガズレレではですねあのガズレシピというアプリがあってですねアプリスマホとかあのタブレットに皆さん入れておいてください、入ってそこで何ができるかというと楽譜が見られます、無料の楽譜もあるんですけど有料の楽譜がもう山ほどあってもう何百曲もそこで要はこうスクロール自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますのでぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてくださいそしてそれのね書籍版も出てますから、ね、これ本にもなってるんですよ Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いしますあといつもでガズが使ってるGラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね T シャツとかいろんなグッズありますこのグッズページホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてくださいそんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっておりますぜひ皆さん楽しく音楽していきましょうさあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございましたまたお会いしましょうそれではねバイバイ